極金北遺跡極金北遺跡の一極、金北遺跡は、静岡県静岡市青い区長沼、駿河区東静岡にまたがり分布する、弥生、古墳時代から、奈良、平安時代にかけての複合遺跡。6万平方メートルを超える広大な水田跡や、古代東海道と考えられる大型直線道路が、発見された。静岡、清水平野の中央部、長沼、 東静岡地区の中石定地に広がる遺跡である。東静岡駅南口一帯が遺跡である。なお線路を挟んだ北側は、長沼遺跡という別の遺跡名が付けられている。JR 東海道線東静岡駅開業や、静岡県コンベンションアーツセンターの建設など、東、静岡再開発工事が開始されるのに先立ち、 行われた1993年の私屈調査で発見された。1994年4月から1995年5月にかけてグランシップ建設予定地を中心とする範囲6359平方メートルが本格発掘調査された。上層では両脇に幅2から3メートルの速攻を持つ道幅9メートルの 大型直線道路が南西北東方向に主軸を取る形で発見された。道路の存続期間は8世紀初頭から10世紀頃までと考えられている。側溝からは文字の書かれた木管が3点出土し、黒、万了後、日立国家島郡、古種、大生秋万了、五条などの日立方面に関する地名や人名が判読された。直線道路の向きは、 地割りなどから推定復元されている古代上理性区画の向きと一致し、律令時代の東海道と推定された。出土品は、木製品では、木管のかすき、桑、えぶり、マグワなどの農具やげた、わげ物など、瓦らけ、陶器類では、海有陶器、緑有陶器、末器、はじきなど、金属製品では、鉄属や陶酢、マグワの刃先などが出ている。 仮想では、弥生時代中期後半から古墳時代にかけての一辺が2.3メートル程度の軽半に囲まれた小さな水田が集合して広大な水田面を形成する小区画水田が検出された。水田面は調査全域に及んでいて数百年にわたり連綿と作られ続けたことが分かっている。出土品は末期、弾きや弥生時のほか。 大足や若敷型の多しもだなど水田用の農具が多数出土した。また、大景藩の中に新材として多量の廃棄木材を転用していたため、建築材や家具なども発見された。2001年の調査事件で5,522面もの小区画水田が発見されている。このような成果から、弥生時代中期から古墳時代にかけて、 静岡平野の低地帯では大規模な水田経営が行われていたことや、立料期には感動として大規模な直線道路の東海道が付設され、上理性が形作られていった様相が明らかになった。また、2007年6月から2009年3月に行われたグランシップ南西側の調査でも、小区画水田が全域で発見された。静岡県や静岡市により、 2015年までの間に19時の発掘調査が行われている。ありがとうございます。